曇っちゃったんで。アクリル？アクリルです。ハマリがうまくいかないです。足で。ああ足で踏んで。はめて。はめるガチッと。じゃあちょっと。はい。なんかピシャッと降りてるような気がするんですけど、あれですかね。降りてるっぽいです。ですね。もうちょっとね、あのシリンダーの油がピュッといっちゃうかなって感じ。ブーツは自分が乗ってからは変えてないです。じゃあそろそろまあ交換時期かなって感じ、一回手入れた方がいいかなって感じですかね。そうですね、うん、ダンパーもしっかりねガチッと止まる、ね、ニュートラル確認して下下がって。キルスイッチ変えました。はい、丸々式変えました。2、3年前だったと思うんですけど。2、3年前にターボ交換、はい、バッテリー1年前ぐらいです。1年前、両方とも。じゃあまだしばらく全然大丈夫ですね。そうですね。オイルディヌカーもそのキルスイッチと同じタイミングで変えてます。あ、1年ぐらい前、はい、1年弱前に、はい、ベルトと、あ、ベルト、はい、冷却の引き上げの上の方のホースを変えて、キングストンからじゃなくてもう1本上にもあるんですけど、あ、こっちの方を、はい、